どうもこんにちは、たかしでございます。本日もゆるゆるとカメラについてのお話をやっていければなと思っております。このチャンネルではカメラ楽しいをコンセプトに様々な動画をお出しております。ぜひね、初めての方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。あとね、サブチャンネル千葉散歩ということで、千葉のね魅力をお伝えするチャンネルということでお作りしております。今ね、釣りメインになっております。ぜひね、こちらも見ていただけると嬉しいかなと思っております。このチャンネルをね、よく手伝ってくれているまろちゃんがね、一緒に出てくれていたりします。いや、梅雨目前なんですけど、なんか今週末晴れる予定になりましたよね。よかったよかった。なんかいろいろね、このレンズ 105mm のね、マイクロレンズでいろいろ撮りたいと思ったんですけど、なかなかね、うまい作例を残すタイミングがなかったので、まあ、ちょっといろいろ撮りに行ってね、また皆さんに見ていただければなと思います。またね、ちょっと濃い動画をお作りできればなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。今回ね、こちらなんですよ。ニコンのレンズロードマップが更新されましたということで、今ね、見たらレンズラインナップですね。ロードマップって誰が言い出したんだろうねレンズラインナップが更新しました。で、まあね、今回マイクロレンズ2本 50mm と 105mm と合わせて2本のレンズ 28mmF2.8 そして 40mmF2 というねレンズの開発発表がされております。まあ、この辺も踏まえましてね、今のレンズロードマップどうなっているかというところを見ていきたいと思います。まずね、前提として新しいレンズの追加ではなくて、今までね、ぼやぼやっとしていた部分が少し明るみになったというような感じとなっております。では行きましょう。はい、こちらレンズラインナップということでね、まあ、何度かやらせてはいただいているんですけれども、上の欄にね、焦点距離が書かれておりまして、まあ、それぞれのねレンズ焦点距離別に出ているのと、あとは縦軸はね、レンズの種類、単焦点とかズームレンズとかっていう種類で分かれております。まずはね、単焦点レンズから見ていきましょう。単焦点レンズはね、もうだいぶ出揃いましたね。そしてやっぱりね、僕がね求めているのは 85mm と 400mm なんですよね。 600mm も非常に楽しみなんですけれども、多分非常にお高くなってしまいそうな予感が満載なので、まあ、買える範疇としてはこのぐらいかなっていうところなんですけど、まあ、やっぱり 85mm、 これのね写りですよね。まあ、特に人物描写っていうのが非常に重要になってくると思うので、このあたりね非常に気になってくるところでございます。まあ、あとね、絞りは F1.2 かなとも思うんですけれども、まあ、そのあたりもね価格の問題とかいろいろあると思うんで、まあ、どこを設定してくるかっていうのはまだ決まっていないというか、明るみ出ていないものになります。そして 400mm、600mm に関しては、これはおそらく Z9 と共にやってくるんじゃないのかなと思います。もしかしたらちょっと間に合わなくて後ろになっちゃうかもしれないんですが、やっぱりこの辺のラインっていうのはスポーツカメラとしては必ず必要になってくるレンズかと思うので、その辺ね、うまいタイミングを見て発表してくるんじゃないのかなと思っております。やっぱね、撮りたいですよね、この 400mm とか 600mm とか使ってね。どんな絵が出るのか非常に楽しみじゃないでしょうか。そして次、これですよ、薄型単焦点レンズ、まあ、パンケーキレンズとも言い換えることができるのかなっていう大きさかなと思います。今回ね、発表がありました、開発発表ですね、 28mmF2.8 のレンズと 40mm の F2 のレンズです。まあ、この2本ですね、特に特徴的なのがこの 40mm で F2 というね、開放絞り値でね出てくるというところですね。多分ね、これ結構万能なレンズになってくるんじゃないでしょうかね。おそらくよれて、ある程度シャープネスが出る、でしかも F2 なのでボケるっていうね、本当にうまいところついてくるレンズじゃないかなと思います。まあ、人のね、この視界っていうのがだいたい 40mm に近いんじゃないかなっていう話があるので、まあ、そういった意味ではね、この価格非常に使いやすいし、重くなければずっとつけておいて何でも撮れちゃうレンズになるんじゃないかなと思っております。で、この広角レンズ、まあ、28mmF2.8 なんですけれども、これはね、まあ、一般的な広角レンズとしても使えますし、あとはね、 APS-C のカメラ Z50 もしくはその後に出るカメラとかにねつけると、まあ 50mm 前後かなになると思うので、まあ、その辺の焦点距離でやっぱり使いやすいものになるんじゃないのかなと思います。まあ、単焦点で軽くて使いやすいっていうのはこのラインのレンズの特徴かなと思っております。まあ、どんな描写をしてくれるのかっていうのが、ね、非常に楽しみですね。まあ、これはね、やっぱり安いことにも意義があると思うので、
まあ、その中でね、限られた状況の中でどれだけの絵を出してくれるのかっていうのが楽しみなポイントじゃないでしょうか。そして今回発表になりましたマイクロレンズでございます。 MC50mmF2.8 のレンズですね。そして S ラインの MC105mmF2.8VRS のレンズです。 105mm のね VRS のレンズはこちらにあるんですけれども、またねこれは動画をお出しさせていただきたいと思っております。まあ、しっかりね作例を試させていただいてというところがありますので、ぜひ楽しみにしていただければなと思っております。でこのね 50mm もね非常にコンパクトで使いやすいレンズだと思うんで、形式としてはこの 40mmF2 のレンズの上位互換なのか、ちょっと違う用途でも使える、まあ、似たような部類のレンズになるのかなっていうような感じがしております。やっぱりねマイクロレンズ面白いんですよ撮ってて。まあ、そういう意味で、まあ、いろんなね撮り方ができるという意味ではこの 50mm も素敵なレンズなんじゃないかなと思ってます。はい、そしてね次はズームレンズになるわけなんですけれども、まあ、だいぶ発表されてますけれども、まあ、あとはね 2405mm100-400 あたりはね、まあ、手堅く早めに発売をしてくるんじゃないかなと思いますんで、これも Z9 前後が濃厚なんじゃないかなと思います。100-400はね多分 Z9 と来ると思っていいんじゃないかなと思います。24-105がねいつ来るかですよね。結構このレンズって使いやすい距離で、例えばスタジオ撮影で絞る撮影なんかだと本当に F2.8 いらないっていう割に写りが良くて、しかも寄れる、要はアップで切り取ることができるので、まあ、三脚の位置変えないままねいろいろ撮ることができる便利なレンズなんですけれども、まあ、この辺ね、スタジオカメラマンでも使ってる方結構いるんですよ。なのでこれもね早く出てほしいなと思います。やっぱね APS-C モードにすると画素数減っちゃうんで、なんかちょっとねリスキーというかリスクを伴ってしまうんですよね。うん、まあ、あと200-600のレンズなんかも撮り取られる人にはもう本当に抜群なレンズだと思うんで、僕もねこの辺は絶対1本何か買うなって思ってます。100-400か200-600、まあ、この辺ちょっと出てくれないかな、楽しみだな、いくらすんのかな。そして、あとは DX レンズですね。 18-140mm ということでバンドレンズだと思うんですけれども、こちらも、発表を控えている状態かなと思います。この辺も多分ね次の APS-C のカメラと一緒に出てくるんじゃないかなというふうに思っております。あとね APS-C 版の第三元みたいなものもねおそらく順次開発をしていくと思いますんで、この Z50 のね後の APS-C のカメラっていうのも非常に注目なんじゃないのかなと思います。はい、ということでね、いかがだったでしょうかね。ぜひね皆さん買われるレンズ、一番待ってるレンズなどありましたらコメント欄にてお寄せいただけるとね幸いかなと思っております。非常にね楽しみなレンズたくさんですよね。まあ、2022年までということなん で多分ね今後の売れ方次第ではもう少し追加のレンズっていうのは入ってくると思いますんで、そちらもねちょっと情報をね、待っていきたいかなと思っております。やっぱりねこのニコンの解像度っていうのをうまく使えるレンズ、今回発表されました、よいしょ、このねニコール ZMC105mmF2.8VRS のレンズ、これね海外とかだともうね何ヶ月待ちになるんじゃないかみたいな話が噂で来ているので、非常に売れると思いますんで、ご予約される方はぜひお早めにご予約をいただければいいんじゃないかなと思います。はい、というわけでね本日のゆるほど以上になります。皆様ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。というわけで皆様良いカメラライフを。では。